もともと WWF に憧れていたせいもあるかもしれないんですけど、初日にオフィスに入った時は、こうなんていうかみんなエリート集団に見えて、なんか正直こうビビったっていうところがあります。皆さんこう気さくな方が多いので、まあ、すぐに慣れました。岩渕翼と言います。自然保護室の森林グループに所属しています。森林破壊が止まっていない。急速に起こっていますので、それをどうやって止めるかっていうことが、目標になってきます。現場で森林破壊のところを止めるっていうのももちろんあるんですけれども、その原因になっているのが何かっていうところ、それを辿っていくと、まあ、例えば森林のある地域に住んでいる人の貧困であったりっていうのがもともと原因としてあったり、あるいは日本の消費っていうものがサプライチェーンを通じて、熱帯林の森林破壊に間接的に寄与していたりするということがありますので、森に行って仕事をするばかりではなくて、サプライチェーン全体を通じてどう森林保全ができるかということを日々考えて仕事をしています。他の国のオフィスと一緒に仕事をするっていうことも結構あります。なので将来的にはですね、他の国のオフィスとこう連携するときに、まあ、リーダーシップを取って進められるような仕事ができたらいいかなというふうに思っています。サイエンスベースっていうところは WWF の仕事の流儀でもあります。科学的な知見だったり、最新の研究結果だったりっていうものをいかにその現場の活動に生かすかっていうことをいつも考えているので、論文を読み解くであったりっていうのは、まあ、多分私の強みであると思います。環境保全って環境団体が動いてるだけではもちろんダメで、社会全体を変えていかなければいけないっていうのが大きな課題といいますか、ミッションとしてあります。やっぱりより影響力のある組織の方がですね、社会変革というところで影響力を出しやすいというふうに思いました。もともとは大学で、研究者を目指していまして、博士号を取った後に大学の教員をしていました。自分の手で保全活動をしたいっていうふうな思いが強くなってですね、別の環境 NGO、そこを経てですね、今 WWF に入ったというのが経緯です。海外出張はすごくたくさんありますので、まあ、家族にはちょっと負担はかけてるかなというふうには思います。仕事の内容もそうですけど、仕事の進め方も、もう基本自分のペースでほぼほぼ決められるので、ワークライフバランスであったりっていうところは充実してるなというふうに思います。誠実さ、環境 NGO としては欠かせない要素だとは思うんですよね。その WWF のミッションであったり、自分の思いに対して誠実であるということがとても大事かなというふうには思っています。自分のやりたいことと、この WWF がやりたいことが一致しているので、自分に嘘をつかなくていいというところが、まあ一番こう楽しくやれている、要因じゃないかなというふうに思います。まあ、この仕事をしている一番の理由は、よりいい未来を自分の子供に残したいっていうのがありますので、可能な限り、持続可能な社会っていうものを実現して、自分の子供たちに残してあげたい、実現したいなというふうな、それが一番の夢です。